そうすると今度一段下がって塔婆供養っていうのはあれもよく見ると五輪って言って地水火風空に刻んであるんだよね、凸凹のとこ。だからしたら核なんです、これが。ちょうど五輪の、お墓にある五輪と同じなのね。下が四角じゃないですか。あれが塔婆の場合こうなってんだ、ね、本当に、ここのとこ。で、その次が丸だよね。これが水って意味ですよ。水滴を表す。それから地水。火が、風が下か、上か、いいのかな？で、一つが上になってて、一つが上、こうなってて、こうなってんのかな？でも、地水、火、風。で、上のちょぼんとしたのがね、あれが、空を表す。で、それがそのまんま、こう、刻まれてんだよね。その格好を投影したみたいに、映したみたいに、ちょうどこう、輪郭をなぞれば、地水、火、風、空になってるよ。そしてそこに地水火風空の妙法蓮華経は、これも絶対に我々は書いちゃいけない。確かね、妙法蓮華経だけはご住職しか書いちゃいけない。初家さんは書いちゃいけない。研究所に確か書いてあると思うよ。妙法蓮華経だけはそのご住職じゃなきゃ書いちゃいかんですよって。で、他の文字は初家でもいいと。そういう決まりがあるくらい、まさにご本尊様は芸家しか絶対に書いちゃいけないって。と同じに、塔婆も妙法蓮華経だけは、ご住職しか、その正当な袈裟衣の免許を被った人しか書いちゃいけない。だから、この秘伝なんだよ。芸家がそういうふうにもう700年来そういうことになっておるんだっていうだけで、袈裟免許もらえば書けるし、袈裟免許もらえない人は書けないんだっていう、で、どうしてですかはないわけですよ。そうなっておるんだっていう。これが早春のかっこいいとこなんですよね。800年間そうなってるんだと。それをジャッジの長けたやつは、それをこう、かむっていきたいっていうかさ。それで一生無駄にするんだよね。どうなってんだ、こうなってんだ、つって言って、結局その成仏と程遠い境界を歩むわけだよ。そして、その間中、個人は浮かばれない。そうやってこう、あさったり、疑ったり、文句言ってる間中ね。素直に、すごいありがたいことだなって言って、こっちがさ、ご主将に座ってご記念していただいて、そしてこの、時に、まあ、1日、あさってですけどね、みんなお寺行って、ご住職がご記念してくださってる時に、ああやって少量台のとこ行って、焼香させてもらう、もうそれがただただありがたいんだなって思えれば、もう個人の成仏を遂げてるんだから。で、それを感ずるものってあるんじゃないですかね。ものすごくこう、安心するっていうかさ、なんか個人と会話してるようなさ、賭博の時ああやってこう証拠してる時ね、なんか感じますよね。本当に喜んでんだなって、親父もおふくろもさ、ご先祖も本当によかった、本当にこう正当な、このまっすまっとうな仏教の正当中の正当に自分は縁ができてて、本当にこう功徳の福運のあるものだったんだなって、うちの家系も本当によかったなって、世の中で親先祖をさ、正当な形でエコーできないぐらいかわいそうなことはないよね、人間として生まれてきてね。それはその法を知らないか、知らない人は本当はあれですよ。だから教えてあげなきゃいけないし、知ってて悪態ついてるバカどもがさ、本当にもう笑顔で地獄行ってきたら、どうなんですかねって言ってやりたくなりますよね。知らない人は本当ね、伝えてあげたい。まあ、それが釈迦のあれじゃんか。あなたも幸せになるためには正しい仏法が必要ですよと。と同時に、あなたのその大切に思っていたご先祖様っていうか、身内ね、誰かが亡くなってるわけじゃないですか。おじいちゃん、おばあちゃんとかさ。まあ、誰かは身内の中で自分が親しくしていた、自分とかいまってくれたようなね、目をかけてくれたような方が亡くなってる、その方々を本当に今からでも成仏という最高の境界に届けてあげることができるのは、日蓮聖宗の今のこのしっかりした法華経の神髄を、奥義を極めたところの草木成仏っていうことしかないんだ。